コンサル、IT、商社などさまざまな業界の企業が参加する就活イベント Meets Company。 採用人事と直接話せるため、たった数時間で複数の業界を深く知ることができます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。何これ？サンキュークッキー？あのさ、こっちは彼女できなくて悩んでんだけど、早く帰ってくれる？意外とうめえじゃん。はい、ということで今回はサンキュークッキーというテーマでお送りしたいと思います。 Twitter で今バズってるんですが、サンキュー前に挨拶のために配るクッキー、いわゆるサンキュークッキーが物議を醸している。話題のきっかけはとある女性の SNS 投稿だった。赤ちゃんやお母さんのイラストが描かれたクッキーの画像に、職場の人に配るクッキーが可愛いというコメントを添えたところ、肯定的な意見がある一方、配慮が必要だという声が上がりました。これどういうことかっていうと、例えば結婚今できない方が結構いらっしゃるじゃないですか。婚活とかで悩んでる方もいるし、不妊治療とかで悩んでる方もいるみたいな感じで、だってこんなん配るのみたいな、普通のクッキーでいいじゃないかみたいな意見が結構対立してて、燃えに燃えてるって感じなんですこれ違うチャンネルで今日ちょっと朝見たんですけど、確か 3,40 万再生ぐらい回っていて、キャリア系のチャンネルで、話題に10万、このニュースに、このニュースに暇やねみんな確かに。でも僕も気持ち分かんなくないっていうか、そういうこと言う人の気持ちも正直分かんなくないっていうのもあるんですよ。ムカつくっていうこと、ムカつくっていう人まあいるだろうなっていう、このクッキーの画像を僕ら持ってますけど、これ面白いね、こんなに描くすっごいやん、そう、幸せアピールが、ハート6個やで、幸せなコツだからね。でもね、どう思いますかね。株本さんが言ってたのは、飲み会で部下が自分持ってますアピールとかダメみたいな、はいはい、言ってたじゃないですか。それに近いんかなみたいな風に思ったりもするし、サンキューがモテる自慢なんです。まあ、広く言えば、はい、コンプレックスを刺激する。そうそうそうですね、はい、ちょっとどう思いますか皆さん。それこそ不妊治療とかってめっちゃメンタルにくるみたいによく聞くんで、そう考えたらまあかわいそうはかわいそうっていうか、でまあこういう自慢する人ってもう自慢と気づいてないっていうか、自分で多分ハイになっちゃってるっていうのもあると思うんですけど、だからまあむずいっすね、なんとも言い難い。なるほどね。こんなの簡単ですよ。みんなね、まだね、世の中の人の解像度が低い。お前らは人生経験がまだね浅いね。自分が50点の人間だとしてますと、30点の人間が40点になるのを喜べる人、これはね多分ね8割以上います。よかったね、頑張ったね、50点の人間で60点の人を70点とかなるのを素直に喜べる人間って多分ね2割ですね、世の中。それを理性とかで抑えてるわけですよ、そういう嫉妬とかを。でもちろんその人のステージが低ければ低いほどほとんどが上になるわけですね。ってことは逆に言うと50点未満の人っていうのは基本全部その構造になっちゃうわけですよ。しかも格差じゃないですけど、どんどんステージって開いていったりするんで、基本は卑屈になっていきます。この構造をちゃんと理解してないとこんなバカなことやることになるわけですよだから結局自分がずっと上に行きたいとか上がっていきたいとかってあるんだったら、いかに嫉妬されずに生きるかっていうところは、昔の人が金持ちは隠れて金を稼いだりとか目立たないようにするとかって、こんなん答え出てるんですよ、何億年前から、昆虫ですら分かってるようなことです昆虫以下そう昆虫っていうのを理解して生きていかないと、若い人間はどっちが上とか関係なく、とりあえず上を目指して目指してやってるから、今は負けつつもまだ俺はとか言って、可能性も込みで総合評価を自分でするから、見方によっては自分の方が上とか、採点方式がいろいろあるわけですよ、観点が。まだ20代ね、そこで自分の自信を保てる。30過ぎてくると、で何したんだっけ自分っていう、ちょっとずつこう実績ベースに見られてくるわけだ。これ仕事関係なく全てにおいて、そうすると将来を鑑みての採点じゃなくて、もう絶対値になってくると。その時からなんですよ、やっぱ卑屈にどんどんなり始める、そのフェーズがガッと広がっていくのは。なのでそういう世の中の解像度が低い人がこういうのやって、それで燃えると、もう当たり前のことなんですよ。こんなの一旦休憩入ります。いや今日も長丁場だけど、いますか、何やってんの。ああこれですか、 DYM 就職です。僕あの YouTuber だけだとちょっと不安で、将来転職しようかなと思って一旦登録してみたんですけど、でも会社員経験ないから本当に就職できるか不安なんですよね。リクルーターに相談してもらえれば、おすすめの求人とかマッチする会社たくさん紹介してもらえると思う。本当ですか、手に職つけたいなら DYM 就職おすすめですね。
じゃあ配ったやつが悪いって、配ったやつが悪いし、もっと言うとなぜ炎上するかっていうことですよ。これは配慮が足りないとかじゃないんですよ。自慢するんだったら嫌われるまで自慢しなきゃいけないわけですよ。嫌われないように自慢するから、なんでこんな嫌われることしてんのに嫌われないような立場を取ろうとしてんだって、そのギャップに炎上するわけですよ。だから自慢するんだったら、すいませんちょっと輪郭産休入ります、すいませんすいませんって言って、いやーちょっとね自分ちょっとつって、もううざいキャラになったらいいんですよ。そしたら炎上しないんですよ。クッキーでクリーンに見せようとするから、ちょっと自分しすぎちゃいましてみたいなっていうのまで言ったらイメージ落ちて炎上しないんですよ。確かにそこのギャップなんですよ。嫌われることをしてんのに、あたかも嫌われないような話し方だったりとか、行為を取るから、やってることは自慢なんだったら自慢ですいません、自慢クッキーだったら、そう、私はみんなに仕事を休んで迷惑かける、すいませんそれでも自慢したいですぐらいな感じで、そこのギャップが炎上する原因ですね。だからカモさん炎上してないんだ。だからイメージ落ちてるからですよ誰かと飲んだ時に自慢してるくせに自慢じゃなくて諭してる感じとかなるとだるいの、急激に。でもちょっと自慢していい？俺さって始めたら、いや自慢じゃないですか、突っ込めるじゃん。これで燃えないというか、個人的な感情がこうバランス取れるわけですよ。結構前の飲み会でもね、俺の年収いくらか聞いてくれるっていう話そうだよだからいいんよ、気持ちいいぐらいのね、可愛げというか、そう、まあ、検査の仕方も、いや俺そんな大したことないよみたいな、もう全然1億ぐらいとかって言ってたら、こいつ1億稼いでるの自慢したいくせに、なおかつ謙虚な自分も演出したい、あもううざい嫌いって、はい、自慢するならするでさ、あげるクッキーが良くないですね。やっぱクッキーなんて自分のイメージ上げるときにしか使わない、うん、確かにせんべいとかやったらもうちょっとかもうそれを上回るぐらい超高級なクッキーにするとかたくさんやったんだ、確かに。まあ多分これ安そうっすもんね。そう、安いクッキーで何を伝えたいんだっていう話だよねこのね、世の中の人の解像度を上げていくっていうのは人によって個人差があるわけですよ。上流というか、行けば行くほど当然景色は良くなるわけなんで、解像度がどんどん上がっていくわけです。なので上がってくると、あなるほどと、自分が今取るべき行動はこうだなっていうのも見えやすくなる。見えてない時って結構がむしゃらに俺もやってたんで、今考えると恐ろしい地雷原をこうめっちゃ吐くしてた感じで。だからやっぱ結局ね、そんなみんな満たされてないんですよ。そうなんですよ。いやそうなんですよ。だからリアムさんに就職する人って若いうちからすごい金額もらってるわけじゃないですか、会社員として、うんうん、で上位何パーなのかっていう話なんですよ。だからそういう人たち集まったら余裕ありますよ、そりゃ。なのである程度心の余裕がある人たち集まってるし、結局余裕がある人たちって余裕がある人たちつながってるから、世の中に余裕がない人たちがいることを忘れるんですよ。多分ベテラン人とかも今まで、わかんないけど、じゃあセンター試験とかを周りのやつはみんな9割以上取るかもしれないけど、多分今まで1人や2人は半分も取れないやついたと思うんだよ。でも多分記憶にないと思う、そういうやつって。記憶にないというか、なんかもう視界に入らないくらいの。でもそいつにも人生はあるから。いや別に壊したみたいな。いじめてないです。大事にしてますね。ベテランチっていうストーリーの中に伝記を書くとしても一言も触れられない人いっぱいいるのよ。でもそいつらにも一生懸命生きている人生があるわけだから、その人たちのことちゃんと考えよ。ベテランチ。やっぱそういう方から僕の YouTube にお叱りの言葉やっぱ来ますもん。まあ日本の税金を使ってガンダみたいなのやっぱ来るんで、うん、勉強させていただかないっていう。そうなんですよ。そこの気持ちが、だからショッピーとかってすごい明るいじゃん。明るいです、はい、これレアなんですよこんなに前向きですごいんですよ、やっぱり。レアな素晴らしい人材なんですよ、こういう人。ここなかなかいないから、だんだん卑屈になっていく。それ人柄だけは一級品すごいだけとか言うなよお前わかりますか。ここね超重要な話ですから。これじゃあ皆さん周りをちゃんと見るってことですね。そうだから妊娠クッキーをもらった人もさ、生まれてこの方彼女いません、45歳です、家賃6万ですみたいな人がさ、彼女欲しいけどもうずっとできない、畜生って言って、もう世の中諦めたみたいな人だって、世の中じゃあ1000人しかいないかって言ったらそんなことはなくて、うん、何万何十万下手したら何百万いるわけですよ、うん、ムカツクッキー、サンキュークッキー、どういう気持ちで食うのそれ考えたことある？そういう僕だったら、あ食料食えたんで喜べる食べ物として認識すればいいっていう、ね、でも私もちょっとそう思いました、ね、これって受け取る側が今回責められる話題かなって思ってます。
受け取る側が責任があるあの 受け取り側の人が正直まあ自責みたいなところで、うん、じゃあ彼女いないとか、うん、なんか、うん、言い過ぎですか？お前が悪いやろ言い過ぎですか？だからこれがもう勝ち組すぎるがゆえに弱者の気持ちを分かってないんですそうだよここがまあ世の中の解像度が低いんです宗像さんは今、ね、上位 1% いや悪くても 5% 以内に入ってるんですよ、うん、いやそのいろんな観点あるよ別に年収で入ってるとかじゃなくてね満たされ具合どうせ昔から可愛い可愛いってチヤホヤされて給料の高い会社に入ってそうだよ今一生懸命仕事頑張ってますこんなね素晴らしいことないからわかるそれでもらった方が悪いなってダメだよそんなこと腹立ってきたら、はい、ショッピーみたいに満たされて何を言ってるんですか言うなよそんなはいということで皆さん周りをちゃんと見ましょうということで今回はサンキュークッキーでしたありがとうございました